今回のゲストは慶応義塾大学医学部内科学専任講師谷木信人先生。肝臓肝がんを専門領域とし、肝がん低侵襲治療、薬物治療などを研究。その研究は国内外で高い評価を受けています。治療っていうところもすごく大事なところなんですけども、はい、肝臓がんじゃなった時の治療法としてどんなものがありますかね。そうですね、肝臓がんは、まあ、一般的に他のがんとかですと、まあ、外科的切除、うん、まあ、切除不能な場合は、まあ、例えば放射線だったり、うん、まあ、抗がん剤やったりっていうところの、うん、もちろん内視鏡治療とかもありますけど、まあ、なかなかこう2つに分かれてることが多いと思う、うん、まあ、切除ができるかできないかってことで。なるほど、外科か、まあ、内科か。そうですね、ただまあ肝臓がんの場合は肝臓の予備能をこう、うん、まあ、担保しなきゃいけないということもありますので、うん、まあ、必ずしもどん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 こう強い治療をしていけばいいというわけではなくて、うん、な肝臓の機能を温存するというところと、ね、また肝臓の中のこう広がりを見て、うん、まあ、どういう治療をしているかというところをまあ選ぶ、まあ、例えば外科的切除だったり、うん、また僕はアブレーションですね、薬治療だったり、またテイスと言われる、まあ、動脈塞栓術ですね、肝臓の動脈を潰すという治療、うん、また抗がん剤、また放射線治療ですね、うん、去年の4月からですね、重粒子線治療というのも4センチ以上の大きいがんに向けて適用になりましたので、それもまあ有効な選択肢の一つとなっています。なるほど。あとは最後、肝臓の移植というのも一つ選択肢になります。なるほど。薬治療、アブレーションと切る治療、外科の手術っていうのはなんかこうそれに合った患者さんっていうのはきっぱり分かれてるんですか、それともやっぱ被る領域とかっていうのもあるんですか。そうですね、その過去やはりこう切除が一番同じところから再発しない確率っていうのは一番やはり外科的切除が高いですので、まあ一番ファーストの治療だと考えられてたんですけど、まあサーフトライアルというまあ臨床試験がありまして、ラジオ波治療と手術ですね、これ150対150で比較したっていう試験がありまして、まあそれだと3年後の再発生存率は変わらないっていう結果が出ておりまして、やはり局所制御だけにこだわっても、まあ、他のとこから出てくるっていう要素もありますので、うんうん、まあ、必ずしもこの手術の方が優位な成績がわけではないないというところなんですね。はい、まあ、そうするとやっぱ内科と外科がオーバーラップする部分もありながら、両方をフラットに見ながら治療が選べる病院っていうのがやっぱりいいっていう感じなんですかね。そうですね、やはり、まあ、例えば小さいものだとアブレーションでいいんですけど、うん、やっぱ大きいものだとアブレーション大変なので、やっぱり外科的切除の方がいいと思いますし、あとはまあすごくタチが悪そうな見た目のがん、顔つき悪そうながんっていうのは、そうですね、そういうのはこうやはり焼くより切った方が確実性は高いですので、まあそのかなり専門家が見ないと、まあ僕らでもやっぱり迷うことありますので、まあ専門家で集まってあのカンファレンスをして、まあ、それでまあどの治療がいいのかっていうのを検討してやっておりますので、まあ、やはりいろんな選択肢の中で、あのまあ最適な治療を選べるような環境で治療できるのが一番いいのかなとは思います。なるほど。そう考えると5年生存率の低さという点も考えても、やはりセカンドオピニオンを考慮する価値はなんか十分ありそうですよね。そうですね、あのセカンドオピニオンっていうのは患者さんはよくこう遠慮してこう主治医に言い出しづらいっていうことをまあよくあの言われるんですが、まあ、我々としては、まあ、ぜひむしろ行っていただいて、いろんなこう施設で意見を聞いていただいて、より納得していただいて、あの治療を受けていただくっていうのが我々としてもすごくいいと思ってますので、まあ、それはぜひあの検討していただいてもいいかと思います。まあ、それこそ専門 の, あの充実した検査を受けるような病院にかかってたとしても、セカンドオピニオンをやっておくっていうことはやっぱり大事な選択肢だってことですね。そうですね。病院を選ぶときに気をつけることって何かありますか。まず肝臓がんに関しては、そのいろんなこう治療をやっているような病院の方が、まあ、よりいろんな選択肢からあの治療が選べるのかなと思いますので、まあ、もちろん患者さんにどの治療をしますかって我々が提示することはあまりないんですけど、いろいろ検討してこれが一番いいと思いますっていうところを推奨することではあるんですが、まあ、やはりそれをいろんな選択肢の中からまあ選んでるかどうかっていうのは一つですね。なるほど、はい、やっぱ選択肢がたくさんあるところの方がその人に合ったものを提示しやすいってことですよね。そうですね、はい、で先ほどあの治療の選択肢の一つとして、まあ移植っていうのも上がってたんですけども、はい、
移植に関しては日本のトピックというのか課題というのはどういうところにありますか。そうですね、もうどうしても日本の脳死肝移植っていうのが、あのドナーとしては少ないということがありまして、もちろん肝臓がんの方が高齢で、対象とならないっていうこともあるんですが、それにしても脳死肝移植の数は少ない現状があると思います。肝臓がんがもちろん転移したりして肝臓の外にある場合移植してもダメですけど、肝臓の中に限局でしていてあまり数も多くないという状況だと移植っていうのは重要な選択肢になりますので、そうですね、そこは一つ増やしていかなきゃいけないかなと思います。なるほど。せっかくこのような場をいただいたんですけども、移植の方、ドナーが少ないという現状はありますので、なかなか、移植の順番が回ってこなくて、残念な結果になってしまうような場面をよく見ますので、もちろんこれ強制されるものではないと思うんですけど、意思があるのになんとなくこう意思表示してないという方がもしいらっしゃったらですね、免許証の裏でもですね、意思表示していただけると。免許証の裏ありますもんね。そうですね、そうすると、救われる方がたくさん出てくるんじゃないかなとは思います。そういうところは少し強調させていただければと思います。はい、ありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日は肝臓がんということですね。肝臓がんのなりやすさ、今までウイルス性だったものが、脂肪肝、生活習慣に起因したものが増えてきていて、そこに大きな個人差があると。アルコールに対するやっぱ適性が個人差あるというのはよく知られてたことなんですが、強いからといって安心もできないし、あるいは逆に依存症になりやすい人たちがいると。で、飲まないからといって大丈夫とは言えないということで、私もですね、スイーツ好きとしては本当他人事ではないということで、もう早速自分を調べたいなと思います。で、そして谷木先生の熱いメッセージですね、過去最長のこの長さですけれども、免許証がない人は保険証の裏にドナー登録があるということで、多分なかなか気づかない人もいるんじゃないですかね。これを見て一度ちょっと考えてみるっていうのもいいですよね。で、彼自身もまさに肝がんの今の患者さんだけじゃなくて、この未来の人たちも救いたいという、そういう志が現れたメッセージだったんじゃないかなと思います。